後ろの少女という幽霊の噂を調べていた小島陽子が殺害された。噂の元となったのは15年前に起きた金田事件に巻き込まれたとみられる女子高生浅川しのぶの失踪だったようだ。もしや陽子は後ろの少女を調べるうちに金田事件の真犯人にたどり着いてしまい、そしてその真犯人に殺されたのでは。今日は部活をしている人たちがいるな。話を聞いてみよう。すみません、少しよろしいでしょうか。おや、男の人がこっち向いたぞ。顧問の先生なのかな。ん？なんだね。ほう、君かね。最近よく見かける探偵君というのは。探偵君。金田事件、何の話だね。15年前にこの町で起きた殺人事件なんですが、聞いたことある？知らないよ。実に残念だが、ずいぶん昔の話だね。私じゃ分かりかねるのだが、駒田先生ならご存知かもしれないよ。確かに駒田先生なら金田事件を知っていてもおかしくない。陽子もそう思って話を聞きに行ったのかもしれない。失礼します。駒田先生はいないんだな。けどあそこに生徒が一人いる。美術部員かな。ちょっとすみません。今絵を描いているんだから話しかけないで。怒られてしまった。美術部員が油絵を描いている。一人で部活中なのかな。素晴らしい絵じゃないか。絶妙な色使いだよ。あら、あなた芸術がわかる人ね。何かご用かしら。駒田先生はどっかへ行っちゃったわ。学校のどこかにいらっしゃると思うよ。また戻るって言ってたもん。よかった、帰ってしまったわけじゃないんだ。何なのそれ。15年前にこの町で起きた殺人事件なんだけど、聞いたことある？私がパリで生まれた頃の話ね。私ハーフなの。そんな顔してるでしょ。だから全然知らないわよ。関係者でもなければ金田事件のことなんてやっぱり知らないだろうな。そうだ、陽子が金田事件を知っていたのかを調べるためにはまず彼女の家に行ってみた方がいいかもしれない。すみません。はい、どなたでしょうか。宇津木探偵事務所の者です。あ、ちょっとお待ちください。こんにちは、お邪魔します。
あの、何か。一体何の話ですか？実は15年前に起きた殺人事件なんです。一体何の話ですか？それと娘がどう関係あるっておっしゃるんですの？これらのことは陽子さんの事件に大きく関わっているかもしれないんです。心当たりはありませんか？私、手がかりになるものがないか陽子の部屋を見てきます。待っててください。それらしいものはありませんでした。とりあえずあの子のカバンを持ってきましたので調べてみてください。ありがとうございます。陽子のカバンだ。気になさらずカバンを調べてください。あの子もそれを願っていると思います。わかりました。ありがとうございます。中に入ってるのは教科書か。あ、ノートも数冊入っている。ノートの中を確認させてもらおう。それらしいことは書かれていない。別のノートを確認してみよう。それらしいことは書かれていない。別のノートを確認してみよう。金田事件の新聞記事のコピーがびっしり貼り付けてある。やはり陽子は金田事件を調べていた。やはり陽子は金田事件を調べていたんだ。金田事件は宇津木先生が調べている。僕は牛光高校での聞き込みを続けるべきだ。二つの事件を結びつける手がかりを見つけよう。お母さん、ありがとうございました。おかげで重要な手がかりを見つけることができました。ではこれで失礼します。探偵さん、よろしくお願いします。早く犯人を見つけてください。はい、必ず。さっきのテニス部の人たちがまだいるようだ。そうだね。お、そうだ。さっき学校から妙な男が出て行ったよ。妙な男？30歳くらいの目つきの悪い男だったね。誰だかは知らないよ。あの話、君に話した方がいいのかな？非常に悩ましい。話すべきなのか。いや、やっぱりやめておこう。警察の発言は差し控えるべきだ。お、探偵君、ほら、駒田先生は美術室にいらっしゃるようだよ。あ、本当ですね。失礼します。おお、君か。どうじゃ、調査の具合は。少しずつですが進んでいると思います。おお、そうか。
それは何よりじゃ。ああ、その事件なら覚えてるぞ。確か殺されたのは金田源次郎という男が事件の被害者でした。そんな名前だったかの。源次郎の息子、金田五郎が第一発見者です。それは知らんかった。内田という男が有力容疑者でしたが、何もわからないまま自殺しました。つまり事件は未解決ということなのじゃな。しかし、なんでまたそんな昔の事件の話を持ち出したんじゃん。噂の元はおそらく浅川忍の失踪じゃ。実は金田事件の犯行現場に居合わせたとみられ、そのまま行方不明になってしまった少女は浅川忍だと分かったんです。何、あの事件に巻き込まれとったんか。浅川忍が金田事件に巻き込まれとったとはの。で、小島が殺されたことと金田事件がどうつながるんじゃん。小島が調べていた後ろの少女の噂の元が浅川忍だった。それがなぜ彼女が殺された理由になるんじゃ。後ろの少女を調べていた小島陽子は偶然知ってしまった金田事件の真犯人に殺されたんじゃないかと思うんですよ。なんと。しかも陽子さんは金田事件のことも調べていたみたいだということが今日分かったんです。金田事件が解決すれば小島を殺した犯人が分かるかもしれんわけじゃな。断言はできませんが可能性はあります。小島は後ろの少女を調べたばかりに殺されてしまったのかもしれん。お前さんはそう思っとるんじゃな。今のところはもはや後ろの少女の噂も重要な手がかりというわけじゃな。そういえばテニス部の人が妙にもったいぶってたけど何か知っているのかな。すみません、少し外します。やはり戻ってきたのだね。さすがだよ、探偵君。僕に話があるってこと？探偵君、やはり話すべきだと思うのだ。他に人はいないし、妙な噂が広まることもないだろう。被害者の女性のためを思えば話すべきだろう。実は後ろの少女を最初に見たっていう人物がいるのだよ。最初に見た？それは本当ですか？それは一体誰なんでしょうか？私から聞いたことはくれぐれも内密に頼む。実はだね、生物の葉山先生が後ろの少女を最初に見た人物だという噂なのだ。葉山先生？本人は強く否定されているようだね。その元は生徒じゃなくて先生なのか。ともかく葉山という先生に話を聞いてみよう。小田先生ならきっと葉山先生のことを知っているはずだ。探偵君、そろそろ失礼していいかね。人を待たせているんだ。いろいろとありがとうございました。クラブ活動のご指導の邪魔をして申し訳ありません。探偵君、それはどういう意味かね。テニス部顧問の先生ですよね。何を言っているのかね。私はれっきとした生徒だ。しかも
1年生なのだよ。先ほど先輩からご指導ご鞭撻を賜っていたところを君も見ていたんじゃないのかね。なんかごめん。何を謝っているのだね。そろそろ失礼するよ。頑張りたまえよ、探偵くん。貫禄半端なかったな。なんじゃ戻ってきたんか。葉山という先生が後ろの少女を最初に見たという噂ですが。葉山くんが？いやいや、まさか教師が一緒になって幽霊の話でもないじゃろうて。葉山くんが後ろの少女を最初に見たとは考えにくいな。もし事実とすれば、それは15年前のはずじゃろ。しかし彼女はこの教師になってまだ10年余りじゃ。どうせただのデマじゃろ。あ、どうしたんですか。思い出した、葉山くんはここの卒業生じゃ。え、ならば事実かもしれんし、他にも何か知っとるかも。よし、葉山くん呼んできてやる。じゃーん、呼んできたぞ。葉山ですけど。宇津木探偵事務所の探偵です。はじめまして、よろしくお願いします。後ろの少女を最初に見たのはあなただと聞きましたが。知らないわよ。その事件のことはある程度は覚えてますけど。金田五郎のことでしょう。札付きのワルだっていう噂だけはよく耳にしたわ。私真面目だったから関わりはなかったわよ。誰？心当たりがないわ。金田事件の被害者でしょう。学年が違ったから詳しくは知らないわ。名前と顔くらいは覚えてるけど。当時浅川忍さんが失踪したことはご存知ですよね。金田事件の殺人現場に居合わせた浅川さんが犯人に殺され、後ろの少女となって学校に現れるようになったというのが当時からの噂よ。でも言い出したのは私じゃないわよ。入り口に女の子がいたみたいだけど。え？気のせいかしら。部屋の隅でゴソゴソやってる。何か探しているみたいだ。じゃあ私帰るわね。力になれなくてごめんなさい。いえ、ご協力ありがとうございました。なんじゃね。お、葉山くんはもう帰ったんか。はい、聞きたいことはひとまず聞けたので。今探し物をしとるんじゃよ。
何を探しているんですか？財布じゃよ。3500円も入っとったのに。ちょっと心当たりを探してくるわい。誰もいなくなってしまった。葉山先生が後ろの少女を最初に見たというのはデマだったのかな。でも後ろの少女について聞かれた時の葉山先生の態度は気になったな。あれ、葉山先生が戻ってきた。どうしたんだろう。葉山先生、今日はありがとうございました。失礼します。待って、あなたに話すことがあって戻ってきたの。実は噂通り後ろの少女を最初に見たのは私です。さっき話さなかったのは駒田先生がいらっしゃったからなの。噂の張本人が教師だなんてまずいでしょ。ずいぶん迷ったんだけど、手がかりになるかもしれないから話します。私が後ろの少女を見たあの夜のこと。15年前の11月10日のことです。当時私はここの2年生でした。11月10日、金田が殺された日ですね。ええ、だからはっきり覚えているんです。その日の午後10時ごろ、私は宿題のプリントを学校に忘れてきたことに気づいたんです。寄せばいいのに。私ったら家を抜け出してこっそり学校へ取りに行ったの。学校には誰もいない様子でした。プリントを持って帰ろうとしたその時。後ろから誰かに呼ばれたような気がしたんです。やばいと思って振り返ると、ある教室の窓のところに血にまみれた少女が立っていたんです。もうびっくりして気が遠くなりそうでした。それでもう一度見たんですけど、そこには誰もいませんでした。私慌てて逃げたわ。心臓が止まるかと思った。後ろの少女はきっと浅川さんの幽霊よ。血染めの少女は忍さんだったということですか？それが怖かったし薄暗かったから顔まではわからなかったわ。でも一つはっきり言えることがあるわ。その幽霊セーラー服を着ていたの。今と同じ話を私小島さんにもしたの。なぜか断りきれなくてね。小島陽子に。その後彼女殺されたでしょう。後ろの少女の呪いだなんて騒ぐ生徒もいるし、お願い内緒にしといて。はい、もちろんです。話してくださってありがとうございます。
あ、そうだ。私の話を聞きに来た後、小島さんとうちの用務員の田崎さんが何か言い争っている様子だったの。一応田崎さんに話を聞いてみれば。今なら用務室にいるはずよ。田崎に会わなければ。ありがとうございました、葉山先生。今から田崎さんに会って話を聞いてみます。ええ。失礼します。な、あんたは一体何の用じゃ。田崎さん、殺された小島陽子さんと言い争いをしましたね。一体何があったんですか。知らん。そんな覚えはない。あなたと彼女が言い争っているところを見かけた人もいるんですよ。何の話じゃ。もう一度聞きます。小島陽子さんと一体何があったんですか。そんな生徒わしは知らん。会ったこともない。そのことを言い争いをしとったなど言いがかりじゃ。これが小島陽子さんです。よく見てください。知っていますね。田崎は明らかに何かを隠している。このうろたえ方はただ事じゃない。田崎にアリバイはあるんだろうか。では小島陽子さんが殺された時間、あなたはどこで何をしていたんですか。言いがかりはよしてくれ。わしは潔白じゃ。田崎さん、正直に話してください。出て行け。どうしたの二人とも。あゆみちゃん、どうしてここへ。あなたに話があったの。探していたらここから大声が聞こえたから覗いたのよ。田崎さんと何かあったの。僕に話って。昨日陽子が発見された河原へお花を供えに行ったの。その時ついでに聞き込みをしてみたら、ちょっと気になる話が聞けたの。陽子が殺された夜、あの河原で男の人を見たっていう人がいたの。でも何気なく見ただけだから顔は覚えていないそうなの。ただ60歳くらいの初老の男性だったような気がするってその人言ってたわ。事件に関係あるのかどうかはわからないけど、あ、歳で言えばちょうど田崎さんくらいの。お前ら寄ってたかって人のことを。帰れ。帰ってくれ。何するの。乱暴しないでください。帰れ。田崎さんどうしたのかしら。あんなにムキになって。優しい人だったのに人が変わっちゃったみたい。
田崎さんは事件と関係ないんでしょ？どうしたの？そう、後ろの少女が私の後ろに立っている。陽子が言い残したこの言葉、一体何だったのかしら。そういえばこの間見慣れない男の人が学校に来てたわ。誰だったのかしら。あの大人びた生徒くんも同じことを言ってたっけ。どんな男の人。あまりいい感じの人には見えなかったわ。30歳ぐらいかしら。河原にいたっていう人とは別人ね、きっと。あゆみちゃんが見かけたのは、大人びた生徒が見た男と同一人物のようだな。何者かが学校に来ているようだが、今日はもう遅い。あゆみちゃんを送ってから帰ろう。あゆみちゃん、帰るんだったら送ってくよ。私、これから職員室に行くの。一緒に行く？そういえば、事件の日以来、日比野先生に会っていないな。一緒に行くよ。誰かに見られていたような。じゃあ、また後でね。日比野先生だ。顔色が優れないようだ。まだショックから完全に立ち直ってはいないんだろう。日比野先生。ああ、君は。小島があんなところで。君が調査をしてくれているそうだね。偵さんですね。はじめまして、校長の浦部です。はじめまして、宇津木探偵事務所の者です。申し訳ありません。日比野君と話がありますので、また今度にしていただけますか。では失礼いたします。行ってしまった。結局日比野先生からは聞けなかったか。じゃあこれ以上ここにいても仕方ないな。あゆみちゃんの用事は終わったのかな。
私の用事は終わったわよ。何？素敵な校長先生よ。みんなから尊敬されてるの。私、あなたのお手伝いをする。犯人を早く見つけたいの。打ち合わせもしたいし、帰りに事務所へお邪魔してもいいでしょ？うん。真由美ちゃんの気持ちはよくわかる。親友を殺した犯人を早く捕まえてほしいんだ。だが、彼女の身の安全のためには関わらせちゃいけない。真由美ちゃん、君は事件に関わっちゃダメだ。危険すぎるよ。私、余計なこと言っちゃったみたいね。ごめんなさい。あゆみちゃん。君、そろそろ戸締まりをするから帰ってくれたまえよ。はい、わかりました。それでは、失礼します。あ、気をつけて。先生はいない。ずっと出かけているみたいだ。葉山という先生が後ろの少女の最初の目撃者だった。その日は15年前に金田が殺された日と一致する。後ろの少女は浅川忍の幽霊だという噂だが、幽霊なんて本当にいるんだろうか。30歳ぐらいの男が学校に現れているようだが、今最も怪しいのは田崎だ。きっと何かを知っている。忍は連れ去られた時怪我をしていたということだったな。待てよ。源次郎が殺害された時間にたまたま現場に居合わせたために、事件そのまま行方不明になってしまった浅川忍が、もし犯人によってなぜか学校へ連れ去られたのだとしたら、葉山が見たのは怪我をして血にまみれた浅川忍だったのでは。時間的な無理はない。しかし一体誰が、しかもなぜ学校へ。昨日はあゆみちゃんにかわいそうなことしちゃった。でも仕方ないよ。あゆみちゃんのためにも一刻も早く犯人を見つけ出すんだ。ん？電話だ。はい、宇津木探偵事務所ですが。僕だよ。お疲れ様。宇津木先生、お疲れ様です。よかった、まだいたね。金田事件について知らせておきたいことがあるんだ。ん？あ、はい。当時、金田事件の容疑者と見られた人物が内田以外にもう一人いたんだ。え？もう一人？それは一体？なんと、牛光高校の関係者なんだ。君も知っている人物だと思うよ。誰だかわかるかい？ええ、それは田崎俊雄でしょう。その通り、さすがだな。
金田にかなりの借金をしていた田崎は、事件の数日前、金田と言い争っているところを目撃されている。だが、アリバイがあったんだ。犯行時間、田崎は学校に残って壁の修理をしていたと言ったらしい。壁の修理？不自然な話なのだが、田崎に修理を頼み、仕上がるのを確認したというのが牛光高校の浦部校長だったんだ。ん？あの校長が？浦部は金田と面識もなく、事件と関係があるとも思えない。社会的地位のある人物の証言だけにアリバイは成立したそうだ。妙な話だろう。一応調べておいてくれ。ああ、それからあの歩美という女の子のことだけど、彼女どんな様子だ？いや、ちょっと気になってね。え？問題がないならいいんだ。じゃあ頼んだよ。先生、今日も帰ってこないんだろうな。金田が殺された時間に田崎が修理していたというのは、あの旧校舎の壁のことだ。源次郎が殺害され、忍が行方不明となった夜に修理されたとすれば、あの壁には何か秘密が隠されているような気がする。浦部校長と田崎に会って金田事件の話を聞いてみよう。